です。マサです。マロです。今日は、まあ、いろいろ、シャドウとかボラードとかボディとかいろいろ、過去とかでやってるんですけど、一足飛びでやってる練習ばっかりなんで、本当に、まあ、ボクシング始めたての人に向けた、まあ、もしくは今から始めようという人に向けた、ボクシングの基本的な動きっていうのを、やっていきたいと思います。じゃあまず鏡に立ってまっすぐ立ってください。まっすぐ気をつけで、自分の姿が見えるので、例えば肩幅に、足を開けてくださいって言うと、まっすぐ分かると思います。肩幅にで、こっちの、みんなオーソドックスですよね。右側のやつで左足を一歩前にで、この状態から、腰を少しそうで、これだとおそらく今右足が窮屈なんで、足の右足だけ足の親指で立ってます。はい、そうです。そうで、その時に大事なのは足の親指の向きが大事です。足の親指がこっち側に向かないように、内に膝が、左の膝が、あ、右の膝が内に入るようにぐーっと絞ってください。右足をずーっと絞る。そう、この状態で、ここからまっすぐ手を上げて、でこれを押して、さっきもこの状態で少し腰を押して、そう、この状態で、ここからまずパンチを打つんではなくて、この状態で屈伸しましょう。いきます。屈伸、1、2、3、4。この時も大事なのは、屈伸した時に膝が外に行かない、内に行く、内に、そう、で、内に、もうちょっと違う、そう、これ基本です。これで、ね、この時に、まあ、皆さんできてるんですけど、さっき最初やる時、こう膝曲げた時にバランスが取れないと思います。それがちゃんとバランスが取れるようになるまでパンチは打たない。日々ずっとこの練習、ひたすらどんな時でもこれを忘れない。このバランスが大事なんで、まずいきなりパンチを打つっていうのではなくて、足、基本的には屈伸をでバランスを崩さないっていうのを練習する。いくいく、丁寧に足上げて、親指、そう、結構きついです。正面向かって、正面向かって、そう。で、腰を丸めない。このまま。まっすぐ足を落とす。腰をまっすぐ落とす。まっすぐ上げる。そう。一回休憩しましょうか。まあ、これを。パンチするで、これ基本的な、動作なので、本当に、まあ、ついついね、最初パンチが打ちたいっていうふうになるんですけど、まあ、もうこれをバランスが崩れないようになるまでやらないといけない。僕はそうですね、大体2週間ぐらいずっとこればっかりやってました、最初は。っていうぐらい、これが大事です。ぜひ、とどまり伸びましたね。
使いきらん今。